皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは、ドイツのドレスデンにある、フォルクスワーゲンの工場、通称ガラスの工場と呼ばれるところを紹介したいと思います。現在気温はですね、マイナス1度と、かなり冷え込んでおります。またこのように、雪も降るという悪天候の中なので、早速、中に入っていきたいと思います。まず建物に入って、目についたのがこちらの ID3 プロと呼ばれる、ID バーシティと呼ばれる、フォルクスワーゲン職業訓練の研修生プロジェクトの、作品のようです。見てわかる通りサイドミラーがなく、カメラが埋め込まれているほか、数々の、工夫がなされているのがわかります。でシートとかも結構こだわってると、ここの案内の人が言っておりました。続いてご紹介するのが ID バギーと呼ばれるフォルクスワーゲンのコンセプトカーになります。このようにですね、タイヤも、バギー車のような、タイヤになっております。で運転席も非常にシンプルですね。フロントガラスがあるのみで、屋根はないという、大胆な作りになっております。でリアもですね、このようにシンプルな形となっております。続いて ID のコンセプトカーの様子についてお伝えしたいと思います。このようにですね、扉の開き方が斬新な車のスタイルになっております。で運転席もですね、非常にシンプルな作りとなっており、どうも座席がくるりと、乗降車しやすいようになっているみたいですね。でリアも非常に洗練されたスタイルになっております。続いては ID4 と呼ばれる、こちらはコンセプトカーではなく実車になります。ですので、実際に販売されている、車となります。もちろんこちらは電気自動車になっております。外観はですね、このような感じでして、先ほどの、コンセプトカーに、似たようなデザインとなっております。でこちらはですね、自由に、見て回れるということで、実際に、運転席の方にも乗ってみたいと思います。で、乗ってみた感じがこんな感じで、フロントに画面が大きく2つありますね。で当然ながら、ここにシフトノブ等はございません。で、アクセルとかはこんな感じですね。でインテリア、後部座席は、普通の車のような感じですね。で特徴的なのがこの、上のグラスですね。最後にバッテリーチャージの方法を見ていきたいと思います。こちらの給充電ポートを開けてですね、コードを差し込むという形になってます。